農病橋は、愛知県一宮市と岐阜県橋間市の間の基礎川に、かかる、岐阜県道、愛知県道18号大垣一宮線の、橋梁である。かつての美濃路に該当し、小須賀の私があったが、1956年、この橋の開通に伴い廃止された。開通後しばらくの間は、一般有料道路であったが、1969年4月1日に、無料開放された。 同様に、県道18号大垣一宮線の伊比川に架かる大垣大橋から長良川に架かる橋間大橋の間は、大垣橋間道路という一般有料道路であった。佐賀下流側で、愛知県道129号一宮津島線が、右岸で、岐阜県道184号下中華佐松線が、接続する。両端とも信号交差点があるが、 構造上右折用の車線がないため慢性的な渋滞が起きやすい。これに交通量の増加も加わって、渋滞の発生頻度が増していることから、下流に新農美大橋の架橋が計画され、現在建設中である。なお、新農美大橋の完成時期は2022年の予定。また、渋滞に関しては、一宮川が橋の手前以外4車線となっているのに、対し、 橋間側がこの橋から 1km 程度に車線となっていることも原因であり、4車線化などによる改善が求められている。ありがとうございます。